市場細分化についてお話をしました。次にマーケットについての細分については市場細分化なんですけども、今度はある特定の決めた市場細分があるとします。その市場細分に対して A 社 B 社 D 社 A 社 B 社 C 社 D 社という複数の会社が、アプローチしてきます。その中で A 社が他の B 社 C 社 D 社と違うことをするという差を出すっていうのが差別化というものです。でここで今日お話したいのは、差別化といっても実は3つのレベルであるんだというところをお話したいと思います。1つ目、製品で差別化する。これは分かりやすいですね。例えばアップルがiMac を出すとか iPhone を出すとか、そういったのは他の Galaxy とか Xperia とは違うっていう製品の特徴を持っているという意味で差別化しているっていうことなんですけれども、普通差別化といった時になかなか前面に出てこないのが、このブランドで差別化するっていうことと仕組みで差別化するっていうことがなかなか出てこないので、今日はあえてこのブランドでの差別化、仕組みでの差別化についてお話したいと思います。でまずブランドについての差別化なんですけれども、これ結構ね、勘違いされる人がいらっしゃるんですね。で例えば島内さん、はい、企業で自分が商品を提供しているときにブランド力をつけるためにどういうことをすると思いますか？例えばロゴのマークとかですね、色とか、そういうものをこう決めて、その意味合いを共有しようかなとかと思います。なるほど。はい、それは正しいやり方だと思うんですけれども、よくですねちょっと間違ってしまったやり方として出てくるのが、製品の機能を高めて、製品スペックを高めてですね、その良さをアピールしてブランド力をつけようみたいな、そういうようなアプローチをしてしまうことがあるんですけれども、実はブランドっていうのはそういう客観的な製品属性とか性能で、構築するものではないんです。お客様の心の中でそのブランドらしさっていうことをきちんと感じてもらうっていう、そこに訴えかけるっていうのが実は重要なんですね。で一つそういう意味で言うと、ブランド構築で成功をこれまでしてきた会社の例をご紹介したいと思うんですけども、これミキハウスです。でミキハウスっていうのは今でもブランド力はあるんですけれども、子供服で自分で買うには少し高いんだけれども、友達のその出産祝いに贈るにはちょうどいい、ギフトとして贈るにはちょうどいい商品っていう、そういうポジショニングっていいますか、ポジションで、展開されているブランドなんですけれども、これが、ファッショナブルなブランドだというふうに、みんなに思われるようになった経緯が非常に面白いのでご紹介したいんですけれども、そもそもこういうふうに、ミキハウスのブランドがですね認知されるきっかけは、ここにありますね、ラフォーレ原宿っていう、今でもファッション専門ビルとしては有名なビルなんですけれども、こういう東京の原宿でファッションを発信する有名な専門テナントにミキハウスが出店するっていうことが一つのきっかけになりました。でどういうことが起こったかというと、実はラフォーレ原宿に出店するんですけれども、初めは全然売れなかったんですね。で全然売れなかった時にどうしたかというと、社長はせっかくラフォーレ原宿に出店したので、やっぱりそれなりの成果を見せたいということで、自分で自分のミキハウスの商品を、買っていったんですね。すると当時ラフォーレ原宿は先進的なテナントビルだったので、売上高をしっかりと管理してたんですね、テナントの。でよく見るとオーナーがですね、ミキハウス自分が店見に行ってる時にはほとんど客はいないんだけれども、データを見てみると自分がいない時にどうも売れてるみたいだということになって、いろんな人にですね、どうも我がテナントのミキハウスっていうのはめちゃめちゃ売れてるという話をしだしたんですね。するとミキハウスはですね、新幹線のグリーン車の雑誌、飛行機の雑誌、あるいは当時創刊されたファッション雑誌などに広告を打っていたので、そういうことも知ってる人の中では非常に原宿で売れてるブランド、しかも大体高所得者あるいはファッションセンスのある人たちが読んでるところに必ず出てるブランドというふうなイメージがあって、それがつながったんですね。でみんながですね、本当にミキハウスっていう商品が売れてるか売れてないかが関係なく、本当にミキハウスがファッショナブルかどうかということとは関係なく、このまあ社長が必死に買ったおかげでラフォーレ原宿で売れてるっていう事実と、まあファッショナブルなところで露出してるっていう事実がつながって、みんながミキハウスはファッショナブルなブランドだというふうに思うようになったというのが、実はそのミキハウスのブランド力がついた、きっかけだったんですね。こういうふうにブランドっていうのはらしさが重要なんです。まあちょっと私宗教で、よく例えるんですけれども、例えば、本当かどうかは別にしてですね、イエス・キリストが本当に神だったかどうかっていうことが重要なんではないんですね。もっと重要なのは、イエス・キリストが神だと信じる人が今もってですね、世界中にたくさんいるっていう、この事実の方が重要だというふうに、私たちなんか思うわけでして、まさにブランドっていうのはそれと同じなんですね。ミキハウスが本当にいい商品かどうかっていうことが重要ではなく、ミキハウスがいい商品だと思う人が非常にたくさんいるっていう、この事実こそが重要だと、それこそがブランドなんだというのがここでのポイントで、もしブランドを構築したいのであれば、そのようにみんなに、消費者に信じ込んでもらえる、思ってもらえるような工夫をしないといけないというのが、ここでのポイントだと、重要だということになるわけです。2つ目、差別化というのは実は製品やブランド以外でもできます。それは仕組みでもできますということでして、まあそれを最近上手にやっているのがアップルでして、アップルはかつて、マッキントッシュをはじめ iMac など画期的な製品を市場に送り込んでいました。しかしその時にですね、マーケットシェアでナンバーワンだったのはアップルではなくてデルだったんですね。じゃあデルは画期的な新商品を出したかというと、多分島内さん、デルの画期的な新商品って名前で言えって言われたら、デルのユーザーでしたけど、デル以外思い浮かばないですよね。というわけです。じゃあどうしてデルは成功したかというと、さっきの市場細分っていうのが一つと、もう一つはパソコン上でネットでですね、自分の欲しいものを、いわゆるパーツを選んで、そして発注すれば1週間以内に最先端の部品を搭載したものが非常にリーズナブルな価格で届くという、デルダイレクトモデルっていう仕組みを構築してたからシェアナンバーワンになったわけです。そういう意味で言うと、製品でいいものを出したアップルは仕組みでいいものを作ったデルに負けてしまったという歴史がかつてあったというわけで、じゃあ今アップルはどうしてるかというと、これを非常に大きな教訓にしてるんですね。どういうことかというと、よくちなみに、アップルとソニーの何が大きく違ったのか、どうしてソニーはアップルになれなかったのかみたいな記事があるんですけども、一番の違いは何かというと、ソニーにはアップルの iTunes にあたるものがないんです。つまりお客様がソニーについて買っているものを全て一元的に管理するような、そういう仕組みをソニーは持ってない。それに対してアップルは持っていて、容易にはですね、このアップルワールドから逃げられない、そういう仕組みを構築しているというところが、実はアップルの競争優位の一つの重要な要素になっているというわけでして、こういうように製品だけでなくて仕組みで差別化することで、より長期の競争優位を築けるということがアップルの事例を見てわかるわけです。今まで、市場細分化と差別化についてお話をしてきましたけれども、じゃあマーケティングっていうのはね、そういうふうにきちんと市場細分化して、きちんと差別化できればそれで十分かと、いうふうに、なってくるわけですけれども、本当は十分じゃないんですよね。その典型例がこれですね。島内さん、考えていただきたいんですけども、じゃあルイ・ヴィトンはですね、いい商品だからといって、じゃあスーパーで売ってもいいんでしょうかという、こういうふうに聞かれたらどう思われますか？なんとなく良くない感じをします。どういうところが良くないですか？スーパーって安くていいものがあるっていうイメージなんですけど、ルイ・ヴィトンを置くと安いっていうイメージを持ってしまいそうな気がします。そうですよね。なんか全体的にルイ・ヴィトンワールドを壊すような感じがしますよね。というように、実はマーケティングを市場細分と差別化も考えた上で、マーケティングを展開するときには他の要素もきっちりとそういうターゲットに合った形で全体的に統一したものを展開しないといけないというふうに言われてまして、それはマーケティングミックスというふうに言われています。4つ要素があって、製品については今ずっとお話してますけれども、製品、プロダクト、そして、価格、プライス、いくらで売るか、そしてプレイス、どういうチャンネルを通じて売るか、さらにはプロモーション、販売促進というこの 4P をきっちりと揃えるというのが重要だというふうに言われています。その面で言うとルイ・ヴィトンですね、製品は長く使っていても型崩れしない、値段はやはり高級ブランド品ですから高め、売っているのは百貨店あるいはその路面の直営店ですね。そしてプロモーションはどういうふうにしてるかっていうと、スーパーのように簡単に手に取れるようにしてないわけです。ルイ・ヴィトンのことをしっかりと分かっていただいて、店頭の販売の人と直接対話をしてルイ・ヴィトンワールドを説明させていただくということで、欲しい人は必ず店員の人にあれ取ってくださいとかこれを見たいですというふうに言わないと、それを直接手に取れないような仕組みになってるんですね。という意味でルイ・ヴィトンの世界をきちんと表現するためにこの 4P というのは、全体像として統一感を持って展開されていて、決してスーパーでは売られてないというわけです。同じ会社が展開しているものでも市場細分が違えばですね、 4P が変わるということを非常になんですかね、分かりやすく教えてくれる事例として、カルビの展開しているジャガポックルとジャガビーで説明したいと思います。ジャガポックルっていうのは北海道のお土産で非常に有名な商品なんですね。北海道の芋を使ったカルビーの展開しているポテトを使った商品なんですけれども、価格はですね 18g10 袋入りなんですけれども、観光客の方向けで860円で、販売されています。結構高額ですね。で、売るのはお土産ですので空港売店、プロダクトはこういうプロダクトですね。で、プライスは864円、売るプレイスは空港売店とかお土産店、決して一般のスーパーで売らない。そして、プロモーションはやっぱり客室乗務員の方を通じてとか、旅行の添乗員の人を通じて、北海道来たらどういうものを買ったらいいですかって言った時に、ジャガポックルですよと、これすごい売れててというような紹介のされ方をするように持っていったというわけです。それに対して似てる商品なんですけれども、ジャガビーという商品があります。これは芋は北海道産のものではありません。アメリカのものを使ってたりします。そして価格はですね、ジャガポックルが864円に対して少し安いです。627円です。そして、大体ですね、コンビニに行けば売ってます。最近はスーパーでも売ってますけれどもね、一般の小売店で売ってますし、一般の方向けの商品なので、テレビ CM とかをベースに、プロモーションしているというわけで、同じ会社の商品で非常に似たような商品なんだけれども、ターゲットが違えばこの 4P が全然違うようになるというようになっているというのがここでの学びになるわけです。で、4P の話をしてきましたけれども、今の時代ですね、この 4P っていうのは実は今から50年ぐらい前に言われるようになった話なんですけれども、その頃はまだですね、需要と供給を比べるとやっぱり買う人の方が多く、作れば売れるっていう時代に言われるようになってたのが 4P なんですけれども、今はまさにですね、作っても買う人が少なくて売れないっていう、いわゆる供給型の時代になってるわけですね。物余りの時代になってるわけです。なので、起点はこれまでは何を売るかプロダクト、いくらで売るかプライス、すいません、これはここですね、すいません。で、プレイス、どのチャンネルを通じて売るか、そして、どのようにその製品を伝えるかっていうプロモーションだったのが、今は 4P から 4C に変わっているというふうに言われています。1つ目、カスタマーソリューション。お客様のどんな問題を解決するか、何を売るかではなくてどんな問題を解決するか。プライス、いくらで売るかではなくて、お客様はおいくら払うのか。プレイス、どのチャンネルを通じて売るかではなくて、お客様にとってどれぐらい、便利なところで売っているか。そしてプロモーションですね、この製品についてどうやって伝えるかではなくて、どうやってお客様と対話していくかっていう、この 4P から 4C への転換が必要だというふうに言われています。でこの 4P ではなくて 4C で展開していって非常に高い利益率 40% を超える売上高営業利益率を達成している会社にキーエンスという会社があります。でこの前ですね、私即席麺の食品工場を見てきたんですけども、そこでもキーエンスの商品ありました。どんな商品かというと、こう LINE にこういう商品流れてくるんですけれども、ここにですね製造年月日とか非常にその商品に対しての重要な情報が載ってるんですが、それをここにあるカメラがですね全て撮るんですね。そしてそこに載っている情報がきちんと流れている生産ラインに合っている商品になっているかどうかっていうのをこのサーバーで確認するという、そういう製品をキーエンスは販売しているというわけです。でよいしょ、もう一個戻りますね。キーエンスがやっている 4C っていうのは何かというと、まずカスタマーソリューションがお客様の工場の生産性を引き上げる、そのための製品を提供するというのがカスタマーソリューションです。で、プライスについてなんですけれども、これはそこそこお値段高いです。で、エピソードがあるんですけれども、ある工場にキーエンスの商品が入ってるんですが、そこの工場の人が、うちの商品はたかだか10円未満の商品なんだと。なのに、お宅の商品は数万円だと。高いんじゃないかというふうに言われる。我々の商品は数円、数千ぐらいのレベルなのに、その製品を管理するのが数万円のセンサー、おかしいんじゃないかというふうに言われるんですけれども、キーエンスは、いえいえいえ違いますと。カスタマーコストです。何千万円もするお宅の生産ラインに、わずか数十万円の測定器をつければ、生産性が2倍にも3倍にもなるんですと。お安いと思いませんかという説明をしたというふうに言います。つまり、いくらで売るかではなくて、お客様にとってどれぐらい価値がある支出になっているかという視点で製品が販売されていると。さらにはコンビニエンス、プレイスじゃなくてコンビニエンスです。どういうことかというと、お客様の工場の生産のラインの生産性を上げるということですから、生産のラインを止めてはいけないわけです。なので部品が壊れそうになったらいつでもその日のうちに不具合になった商品を届けるという仕組みを構築してますし、その使い方が分からなかったらいつでもキーエンスの営業の方は、電話1本で、あるいはメール1本で、その問い合わせに対して答えるという体制を敷いています。こういう 4P から 4C への転換をきちんとすることによって、キーエンスという会社は超優良企業として成長を続けているというわけです。以上でマーケティング基礎についてのお話を終わりたいと思いますけれども、マーケティングの原点、マーケティングで大切なこと、マーケティングの打ち手について、皆さん理解できているでしょうか。もしまだちょっと理解が足りないなと思う方は、この動画を何回も見て、ぜひとも完璧な理解に達して、それを実践でぜひとも活かしてください。この講義を終わりたいと思います。ありがとうございました。